さあ続きましてバンドライブの情報です、はい、スターライト国組のバンドライブスターリーセッションリバイバルが11月4日5日に幕張メッセ幕張イベントホールで開催です。今回のライブで披露する楽曲の一部は覚えてますかね、2019年末にスターライト国組全キャストによるドラフト会議で決定した楽曲をデイ1で8曲、デイ2で8曲、メドレー形式で披露します、やっとやっとですよ。4年前ですか？4年前だって2019でしょ、うん、ね、4年前だって怖いです。え、4年経ってんの？4年前だよ。2023年だもん。4年前めちゃくちゃじらすんだからね。だからさ、1日目と2日目で瀬取りが違うってことでしょ。そうだよ。怖いね。やばいよ。え、よくない、やばいね。だからどっちも来ないと全部は見れないんですよ、あのドラフト会議の楽曲が。え、4年前ちょっと信じられない。しばらく信じられないかも。信じられないよね、4年前って。4年前に、4年前だって、いろ4年前にいろいろしてたってこと。だから4年ライブやってないってことなんですよ。単独ライブ。そういうことになるよね。あ、まあ、オケコンはやってたけど、オケコンはやってたけど、でも普通にライブは嘘。しかも初のバンドライブですからね。そうです。バンドさんと一緒にやるとどんな感じになるのかなっていうところもね、楽しみあるよね。音圧やばそう、はい、現在チケットの抽選販売申し込みを受付中なので、ぜひチェックしてください。お待ちしてます。お待ちください。今回既存の曲のクライマックスバージョンもなんと CD に収録されるみたいですので、うん、3人で歌ったスターディバインとかも入るみたいで、歌った方、歌った方、歌ってたね。あれ超絶早いこのあれ、うん、あれ、そうなの、あれも、てるちゃん、てるちゃん気をつけないとね、そればっかり聞いてたら。本当におもろいから、その話。なになに、言っていいのこれ。いいよ、いいやつ。なんか、アニ様でスターディバインを久々、私、みんなはブシロードライブかな、で、やった。私、本当に出れなかったので、3、4年ぶりにスターディバインをやったわけですよ。それで、ライブでね、あの日、レッスン、私と桃よと、はるちゃんと萌ぴの4人だけで、スターディバインのレッスンがあった日に、落ちサビのところでですね、どこのポンプだっけ、それはさだめ、それはさだめの、三森さんのパートで、みんな座ってるんですけど、二人だけがカレンと光だけが立つとこで、私なぜか光ちゃんのパートでパッて立って歌い始めちゃったんですよ、自分。そう、びっくりしたよね。で、私も本当に気づかないくらいちゃんと普通に歌ってて、で、なんでそんなことが起きたのかって話をした時に、シャープ4の時に私そこのパートを歌ってたんですよ。宇宙のからの歌い出しで、最初がはるちゃんの、ね、歌ってたから、そう、もう体がね、勝手にね、マジ三森さん来なくてよかったこの家ってるって。でもうちらも最初気づかなくて、そう、なんか堂々としすぎてね。そう、振り付けのラクダちゃんがあ、ちょっとてるちゃん違う、あれ違うよねってなるくらい、私本当に自分のパートだと思ったよね、初めて。おもろそう。でもそれから皆さん気づいてないかもしれないんですけど、はるちゃんが私の斜め前なんですけど、三森さんのパートになったら私の手をそって掴む前に出ないように掴むっていう流れができました。うちらだけ二人ずっとニコニコしてます。私はそれを反対側から見てました。うわ、言ってよ、言ってよ。見たかった。その思い出のね、曲の入るってことなのでね、ぜひチェックしていただきつつ、ぜひこちらね、予約していただきまして、詳しくはブシロードミュージック公式サイトをチェックしてください。お願いします。はいはいはい、ということでですね、ここもさ、くっついてる。確かに、あ、そっか、確かに、あ、近くなった。スクリーンが近いね。誰がセンター、近いだろ。え、誰がセンター、モエちゃんじゃない。あれ、モエちゃん違う、モエピだよ、モエピがセンター、モエピセンター。あ、つけた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 。ごめんなさいね、すいません、気を使っていただきましたがね。何が起きたの今。え、すごい、ちょっと置いていけぼりだよね、ごめんね。7人中2人がツボってるので全然進行できないんですけれども、多分今ここにまとまったことによっていろんな人がこけたりプロジェクターがついたりいろんな事故が起きまして、プロジェクターついてないから、あ、真ん中来れるじゃんって思ったけどね、ちょっと気を聞いてね、プロジェクターつけていただきましたが、やばい、はいを閉めてって。そうなんですよ、グダグダかよって、やばい、バレた、
終わらせたくないことバレちゃった、はい、バレちゃった。それじゃあ私がポジゼロで失礼します。センターは合ってるね、萌えかセンターもえか、はい、はい、ということでこれからもスターライトクク組をはじめ少女歌劇レビュースターライトの応援をよろしくお願いいたします。本日は長時間のご感激誠にありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。またね。ありがとう。またね。気をつけて帰ってね。配信もありがとう。またすぐ会おうね。バイバーイ。またすぐ。また京都で会おうね。また、また明日。またね。またね。ありがとう。バイバーイ。キラキラ、キラキラ。